こんにちは。お天気をお伝えします。昨日は3月並みの暖かさで雪解けが進みましたが、今日は北風に変わって寒気がじわじわと南下してきています。明日になると寒気が太平洋側まですっぽりと覆う見込みです。予想最高気温を見てみますと、今日は旭川でマイナス2度止まり、プラスの気温のところも午後からは氷点下に下がってきます。そして明日は全道で真冬日となりそうです。厳しい寒さとなりますが、天気はどうなるか雲画像で見ていきます。今日午前0時から動かしますと、雲は夜中の間にほとんど抜けていきましたが、まだ日本海には雪雲があるんですね。この後ちらちらと雪の降るところがあります。大陸に目を向けますと晴れのエリアが連なっているんです。明日から月曜日にかけては広く日差しが届きます。ただ穏やかな天気でも注意したいことがあります。路面は凍ってこのようにツルツル状態となりますから、スリップ事故お気をつけください。また雪の多く積もっているところでは紫外線の照り返しが強いんですね。油断せず紫外線対策なさってください。空気の乾燥対策として、お風呂の後ドアを開けていくと部屋の中に湿った空気が入ってきます。おすすめです。では今の札幌の様子です。先ほどは雪が降っていました。この時間は晴れ間も出ています。午後の天気です。昼過ぎまでは道北も含めて各地晴れ間があるでしょう。ただ夕方以降は雪の降るところがあります。ちらちら弱い雪でしょう。予想最高気温です。各地で北風が強く、昨日より気温が下がります。名寄はマイナス5度止まり、北見はマイナス3度の予想です。今夜は各地一段と風の冷たさを感じそうです。変わって今の旭川です。こちら晴れていますが真冬の寒さとなっています。週間天気です。明日は道北で朝まで雪のところがありますが、各地穏やかに晴れるでしょう。ただ気温は今日より低くなります。厳しい寒さは日曜日の朝となります。お天気をお伝えしました。